こんにちは。こんにちは。はい、それでは今週も撮っていこうと思います。はい、どうぞよろしくお願いします。いよいよ6月に入りまして、はい、まあ、梅雨がやってくるわけですけど、まあ、台風が来てますね。はい、まあ、来週ぐらいからね、ちょっと梅雨限定イベント、イベントなのかな、なんだろう。まあ、ちょっと何かしらやりたいやろうかなと思ってますんで、またそれは紹介させてください。今日は乖離のトランスフォームバック、はい、RE、リと読むのかな。はい。はい、という商品を紹介していこうかなと思っております。はい、まあ、トランスフォームバッグっていうのはもう乖離でも結構ね、まあ、ご好評いただいているというか、まあ、結構定番的に展開がある形ですね。はい、ね、皆さん好きな形かなと思うんですけど、はい、まあ、今岡本さんが持っているこの L サイズと、はい、まあ、こっちのちょっとちっちゃい M の、はいはい、2サイズと、はい、ご用意があるんですけれども、まあ、いわゆるショルダーです。はい、でこのショルダーをトランスフォームすると、まあ、トートバッグになるよというのが一つこのバッグの特徴になるんですけど、はい、このリ、うん、まあ、いわゆるリですね、いろんなリがあると思いますけど、はい、まあ、このシリーズで、今回はちょっとこのスペシャルテキスタイルというかファブリックですね、はい、テキスタイル、ルーマニア軍の、テントクロス、はい、まあ、どうでしょう、元の生地も見ましたけど、うん、ほとんどあんまり使用感はそんなにない綺麗な生地でした。うん、でそれを、まあ、結構丁寧に洗ってる感じはすごいするんですけど、そうですね、はい、あんまり語らない、ね、帰りの山内さんなのであの文章でさらっと洗ったって書いてましたけど、うん、まあ、結構丁寧にあの処理をされてるバッグかなと思います。はい、で、まあ、意図的にこうちょっとね、いろんなその例えば年代ですとか工場のロットによって、うん、まあ、少し表情というのが全然違うので、まあ、色味とか風合いとかね、はい、違いますね。はい、で、まあ、使っているものもあるので、こう針跡みたいなものがね、はい、ついてたり、ミシン目が残ってたりするんですけど、はい、まあ、そういったものをこ うまくいろいろ組み合わせて作った、うん、まあ、いわゆる利用した、はい、バッグかなと思います。でなので、まあ、今ここにちょっと4点並べてますけど、はい、全部表情が違います。はいはい、もう世界に1個そうす、ね、です。はい、まあ、大げさでも何でもなく本当に1個しかないので、まあ、ちょっとオンラインの方も上げますけど、はい、まあ、物によって全然違うので、同じミディアムのサイズでもこっちがいいこっちがいいっていう方いらっしゃると思うので、いろいろ店頭でね比べていただくのが本当はいいかなと思うんですけど、はい、まあ、台風も来てますので一応オンラインにも掲載はしております。はい、はい、まあ、今日はちょっとそのトランスフォームする何でしょう、動きとか、うん、実際こうやるんですよとか、あとはまあこのちょっとね特徴的な何でしょう、このちょっとヨーロッパミリタリーとかヨーロッパワークウェアみたいな、こうちょっと爽やかなブルーなので、はい、まあこういうふうに組み合わせるとこんな見え方だよっていうのを動画で撮っていこうかなと思いますので、はい、ぜひご覧いただけたらと思います。How was a girl just a stubborn